今日はですね、2023年のですね、5月の3日。そうですね、ゴールデンウィークの真っ最中という人もいるかもしれないし、今日からがゴールデンウィークっていう方もいらっしゃると思うんですけど、今日はですね、鹿児島のこのゴールデンウィーク、何ですかね、さっき言ったように、人によってはゴールデンウィークのど真ん中、それから人によっては今日からがゴールデンウィークっていう方々もいらっしゃいますでしょうけど、いわゆる一括りにしてゴールデンウィークのって言いますからね、ゴールデンウィークの5月3日2023年ですねのですね、でこれね、鹿児島の、やっとコロナから解放されたっていうんですかね、もうされるたっても言ってもいいでしょうね、だってほらマスクの着用も自由になってきたし、でこの連休明けの8日かからはその新型コロナに対するその扱いが変わりますからね。ですからもうほぼ収束という感じになってると思うんですけど、でこうなった時のですよ、要するに、どう言えばいいか、今までも我慢に我慢を重ねて、あっち左行きます、あっちにも行けない、こっちも行けない、やっと旅行にも行けると、でそれもマスクをしなくてもこう みんなと会話できるしみたいな感じで、皆さんいらっしゃると思うんですよ。いやいや言い直します、思っていたと思うんですよね。ですから私前の動画でも言ったんだけど、私としてはこの今度の、ゴールデンウィークは史上最高の人出だろうなっていう、もうどこもここもぎっちぎっちだろうなと思っていたんですよね。そしたらね、5月1日ですよ、昨日一昨日、月曜日なんだけども、いわゆるゴールデンウィークですよ、もうね平日よりもね人通りが少なかった。どこもかしこも、これは標準語ですかね、どこもここも、もうね、唖然としましたよ。本当あれ、今日、あれを、撮影日を間違えたけっていうぐらい。今のうち左、まっすぐで行きですね。ここはわかります。ここはほら、今、電車も通ってないでしょう。これはね、わかるんですよ。これはわかる。鹿児島は、これはもう今日何回も言うかもしれんけど、鹿児島市であってもですね、多分ほとんどの方がいわゆる零細企業だと思います。鹿児島でも中小企業、鹿児島の大きな、企業といっても、都会に比べるともう本当零細企業ですからね。鹿児島の場合どれぐらいは10人20人っていうスケールの、社員がいらっしゃる会社が多いんでしょうね。はい、そうですよ、鹿児島はねそういう方々がですね、いろいろ力を合わせてですね、出来上がってるんですよ。ドーンとしたものはないけど、小さなこう、芯のあるっていうんですかね、そういうね会社は多いですよ。でそれは別にしてですね、だからそういう方々が今日からが、ゴールデンウィークだとすると、今日は何曜日け、水曜日か、だから水木金土日5日間あるわけですよね。だから最初の日は働いてる、両親が働いてれば両親とも、でどっちかが働いてればどっちかが久しぶりの、あれだから連休だから初日はゆっくりしとくか、ほんで
明日明後日からよどっか行こうかっていうような風になると、これはね推測ですよ、まあ簡単にこう考えつくあれなんですけど、まあ単純にやっぱり物事は考えた方がいいですからね、だと思うんですよ。もう本当少ないでしょう、まあ、だけど何度も言いますけど5月の3日、連休初日、これはいいんですよ、これはいいの。だけどね、これからね、あそうだ、そこのこれから中央駅に行きます。鹿児島中央駅って言えばもうあれですからね、鹿児島の表玄関で鉄道ですよ、それからの飛行機航空便でっていうか、その飛行機で、来られた方もずっと溝辺からですね、こっちに、リムジンバスとかありますから、でそれの最終地点が中央駅の前なんです。昔の日生ビルのところにちょっとビルが新しいビルができたんですけどね、そこで降りられるわけです。だからあそこに行けば県外からこうのお客さん、要するに観光客ですね、それと、帰省客のほとんどがそこに来られると思うんですよ。だからね、そこにねいらっしゃらなかったんですよ、昨日おととい。何度も言います、大企業とかそういうところに勤めてらっしゃる方々が鹿児島に行こうと決めた場合には、もう1日には鹿児島に着いてないとこう何ですかね、常識的にはそう思うんですよね。鹿児島に一旦こっちに来て、それから、九州を北上していこう、熊本福岡ですね、もしくはその宮崎からずっと回る、もしくはもうその鹿児島から離島に行くっていう、沖縄に行くとかですよ、船便でですね、そういう方なんかでですね溢れ返ってると思ったんですよ。そしたらね、さっき言ったみたいにもう笑う、いや笑うしかないですよ、平日よりもね少なかった。でさらにがっかりしたのはね、私はいやその中央ビルの裏側に新しいビルができてですね、11階建てだったかな、ほんでそこのですね4階付近までかもしれないけど、が、5階から、要するに言い換えると5階から上か4階から上がマンションで、下は小、いろんなこの商業施設ってんですかね、テナントとかそういうのが入るってあって、でそれのオープニングがあったんですよね、先月かな。でそれのオープニング風景っていうのはニュースでパーって全あれが流したんです、テレビ局がですね。ほんで私もオープニングを撮りたかったんだけど、でも中央駅の裏だから、その日だけじゃなくて、それから1週間10日2週間極端に言ったら1ヶ月後でも、その後ずっとそれがにやかぶりが、続いてるだろうな、少なくとも、7部ぐらいの、その日が100度、100とすると70ぐらいで、ずっと続いてるんだろうなと思ったらですね、もうね、もうカメラを回すのを、いわゆる歩き通りしたんですよ、その日はね。もうそれもやめようかなと思うぐらいですね、人がいなかった。んで、それね、今日、今現在はですね、あれは回して、アップして、歩き取りはですね、だけど、あれは、ドライブ動画はね、あれしました。でもね、その動画もですね、アップすることにします。でないとですね、現状知ってもらわないとですね、こういうのはね、ニュースでは出ませんから、こんなに観光客が来てますっていうニュースは
もちろん流さないかんのですよ。でもね、観光客がほとんどいませんでしたがよ、ゴールデンウィークなのにっていうのをね、テレビ局としてはね流せないんですよ。流さないんじゃなくて流せないの。だってそういうことをしたらほら鹿児島のイメージを損なうでしょう。はい、ここ左行きます。問題がですね、どうかね、お客さんがいっぱいいてほしいな。観光客がいっぱい人が欲しいんだけど、おお、嬉しいのはね、ちょうど前に7っていう数字が見えますでしょう。今6になりましたね。あれはね、アミプラザのね、駐車場のね、空き状況だから、あの数字が少なければ少ないほどがいい。ただ残念なのはですね、左にねタクシーがいるっていうことですよ。4台。いや、なんでかというと、鹿児島にはですね、深刻なのタクシー不足、タクシー乗、うわー、ここ見てください、右側タクシーが並んでますよ。わかりますか、これ。もう本当涙声になりますよ、私は。あのね、うわー、これはちょっとね、いや、これはちょっとですよ、これはちょっと、これはちょっと深刻すぎる。いやー、これはちょっと深刻すぎる。いや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 、いや、でもね、この状況はね、全国的みたいですよ。鹿児島だけにこの観光客がいないっていうのはね、それらについてはですね、あの、この次にの動画であれしますからね。はい、ありがとうございました。